皆さんこんにちは、ゆりやと申します。それではときメモ GS 実況続きからやっていきましょう。現在のパラメータはこんな感じです。やっと全て100以上になりました。今日は動物園デートです。洋服はこのまんまで、アクセサリーもこれでいっか。 OK。 あ、ねえ、時間取らせないからさ、すぐそこなんだよ。ちょっとお話聞いてよね。あー、いえ、でも私待ち合わせしてるんで。ほんとそこなんだよ、ほらあそこの2階の店だからさ。断る。鈴鹿くん、カズマくん。え、あ、な、なんだ、待ち合わせだったの。じゃあ忙しいよね。忙しいです。はあ、諦めて行っちゃった。よかった。お前さ、ああいう時はビシッとしねえとすぐにつけ込まれるぜ。あ、うん、気をつけるね。ありがとう。あ、いや、悪い、俺が遅れちまったからな。カズマくん、ちょっと頼もしいな。お、ライオンの赤ちゃんを見に行こう。ライオンな、まあ赤ん坊なら大丈夫だよ。赤ちゃんだったら凶暴じゃないよ、そこまでは多分。じゃあ見に行こう。お、いたぜ、ライオンの赤ん坊。喧嘩してるよ、可愛い、家に連れて帰る。カズマくんと似てるよ。いや、ここは可愛いって言っとこう。可愛い、うちに連れて帰る。おいおい、でも一匹ぐらいならバレねえかもしれねえな。いや、バレるよ、そんな何匹もいる。うん、いい感じだよね。今日は楽しかったよな。また言おう。また誘ってくれっかな。うん、もちろん。うん、そうか、ありがとうよ。なあ、お前時間ある？もうちょっと俺に付き合わねえか。いいよ、大丈夫だよ。そんじゃあちょっと寄り道してこうぜ。うん。ねえ、カズマくん。ん？カズマくんってさ、趣味、学校、将来の夢、全部聞いたからな。じゃあ将来の夢、何か夢ってある？もうすぐ卒業だけど。夢か、夢っていうのはねえな。え、バスケ選手とかは？バーカ、アメリカでプロになるのは夢じゃなくて目標。そっか、かっこいいね。お、一つあったぜ、80センチ以上のブラックバスを釣ること。そっか、頑張って湖の主と対面してみてえよな。男と男の勝負だぜ。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。んじゃ、またな。うん、またね。カズマくんに送ってもらっちゃった。今日はアマロハシさんの家で開かれるクリスマスパーティーにお呼ばれしてるんだっけ。パーティーでプレゼント交換会があるって言ってたっけ。早速買いに行かなくちゃ。何にしよっかな。チューリッチのもの、ルームワーカー。さて、プレゼントも買ったし、一度家に戻って着替えよう。クリスマスパーティーには何を着ていこうかな。この派手なドレス、そして腕時計、オッケー、準備オッケー、クリスマスパーティーに出発。あ、天の橋さんが出てきた。紳士淑女の皆さん、本日はようこそこの天の橋邸へ。今夜は皆さんと
この聖なる夜を過ごすことができてとても光栄です。皆さん、どうぞ今夜はくつろいだ楽しいひとときを心ゆくまでお楽しみください。メリークリスマス。メリークリスマス。お、メリークリスマス。メリークリスマス。あ、ナッチ、メリークリスマス。は、かわいいじゃん。その格好あんたにすっごく似合ってる。本当？夏美ちゃんの格好もすっごく似合ってるよ。そうかな。あー、私もそういうのにしとけばよかった。いやいや、その格好似合ってるよ。いいと思うよ。ナッチンに褒められちゃった。お、よう来てたんだな。うん。あ、カズマくん。こう、今日ぐらい気の利いた会話をしてんだけど。普通通りでいいんだよ。いつも通りお話ししよう。じゃあそろそろ行くわ。あ、あの、メリークリスマス。メリークリスマス。あ、どこにいるのか探しましたよ。あ、日比谷くん。今日はかっこいい先輩揃いですからね。自分結構に忙しいっすよ。お、葉月くん来てたんだ。お前も来てたのか。じゃあ俺行く。少し酔ったから。そっか。え、お酒飲んだの、葉月くん。いや、人混みダメなんだ俺。メリークリスマス。メリークリスマス。じゃあ外の空気吸っておいで。お、プレゼント交換会が始まるみたい。誰のプレゼントが回ってくるんだろう。どうせなら鈴鹿くん。おほほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。プレゼントなんだろう。開けてみようっと。巷で話題のフィットネス機器。どれくらいの大きさ。持って帰れる大きさ。あ、これテレビショッピングでやってた。絶対そこで買ったでしょう。カズマくん。よ、あ、それ俺が出したやつだぜ。うん、そんな気がした。テレビショッピングで買ったんだね。え、そうなの。お、カズマくんが持ってるの私のだ。お、これってちょうど欲しかったんだ。お前のプレゼントが来てよかったぜ。うん、それはよかった。やった、すっごく喜んでもらえた。ん？これうまいぜ。お前の分も取ってやる。やべ。え、ちょっと待って、なんで名字読みになった？さっきまで名前呼びだったじゃん。この数秒の間に好感度下がるようなこと起こった？ああ、わあ。ああ、やっちまった。うわ、袖がソースでベトベトだ。大変、早く洗わないとシミになるよ。早く拭かなくっちゃシミになっちゃうよ。はい、おしぼり。おう。ああ、こすっちゃダメだよ。そうなのか。叩かなくちゃ。もうこっち来て。うわ、やっぱ外は寒いな。早くしてくれよ。え、外でやってんの。なんか洗面所とかないの。はいはい、ちょっと待って。おお。なあ、見てみろよ星。すげえ光ってて、手を伸ばせば届きそうな気しねえか。なんかロマンチックだね。いいね、横顔がかっこいい。まあ鈴鹿くんは全てがかっこいいけど、絆創膏はちょっと合わないな。そろそろその絆創膏取ってもいいんじゃない。いつまで怪我してんの。ほんと、満天の星ってこういうのを言うんだね。でもどうしちゃったの。今日はちょっと詩人だね。
バーガー。おお、いいな、こっちがいい、こっちをサムネにする。俺さ、ガキの頃星捕まえてやろうと思ってさ、屋根の上よじ登ったんだぜ。大丈夫だった？カズマくんらしい。だろ？親父の釣り竿やら網やら持ち出して、それブンブン振り回して。それ周りから見たら危ない子供じゃん。あー、これもいいな、どうしよう。結局収穫ゼロだったけどな。掴めたらすごいよ。それはご苦労様でした。残念だったね。バカなガキだったな。でもその時はなんで掴めないのかどうしても分かんなくて、一晩中泣いたよ俺、悔しくて。もう悔しくて泣いたのか。カズマくん、負けず嫌いだもんね。諦めが悪いだけって話もあるけどな。ううん、すぐに諦めて自分に言い訳ばかりする人よりずっと素敵だと思うよ。そうか。ああ、どれもいいな、迷うな。もうそうだよ。はい、もう大丈夫だよ。え、ま、ここでまだやってたの？てか来てたじゃん、袖めっちゃ手すりについてたけど。うん、そうだよね、手すりについてるよね。え、もしかしてこれじゃないやつ？あ、ああ、でもなんだかお前にそう言われるとそれでいいんだって気がする。不思議なやつだなお前。そうかな。ありがとな、メリークリスマス。メリークリスマス、カズマくん。あ、もういいんだろ袖、そろそろ中に戻ろうぜ。そうだね、風邪ひいちゃうもんね。あ、うん。こうして2004年のクリスマスイブは終わった。はい。あ、もしもし、カズマくん。え、なんだ、あ、うわっ。何、どうしたの？大丈夫？あ、いや、なんでもね。で、どうかしたのか？あのね、来週森林公園の温水プールに行こう。1月2日に温水プールに行かない？おう、どうせ暇だからよ、一緒に行ってやるぜ。やった。じゃあ1月2日に公園入り口で待ち合わせだよ。一応楽しみにしててやるよ。早く来週にならないかな。さあ、今日から新しい一年の始まり。よっ姉ちゃん、年賀状届けに来たぞ。はい、ありがとう。はい、ご苦労様。あれ、今年は部屋に勝手に入っても文句言わないのか？言った方がいい？いや、いいです。はいはい、出た。うわ、さてと、誰からかな。カズマくんだ。ちょっとだけ字が上手になったかも。そうかな、まあ最初に比べたら、まあでも文字は増えたか。鈴鹿くんらしいね。いつか。あれ、誰だろう。鈴鹿。お、明けましておめでとう。あ、カズマくん、どうかした？俺暇でよ。あ、お前も暇してんじゃねえかと思って。まあ暇っちゃ暇だけど。だからよ、これから一緒に初詣行かねえか？行く。うん、行こうよ。おう、じゃあお前ん家行くからよ、用意して待っててくれっか。うん、わかった。じゃ、待ってるね。わーい、何着ていこうかな。いや、晴れ着っしょ。晴れ着を着て、アクセサリーに時計をつけましょう。オッケー。
明けましておめでとう。おめでとう。わあ、この吐息いいわ。何？あ、そのよ、その晴れ着、すっげえお前に似合ってる。本当？ありがとう。ありがとう。すごく気に入ってくれたみたい。これ後ろにさ、つくしが良かったな姉ちゃんとか言ってんじゃないかな。お前大丈夫か？なんかはぐれちまいそうだぜ。じゃあ手つないで。本当だね。あ、俺手ちゃんと洗ってっからよ。とりあえずさ、その手つなごう。うん、手つないだ方がいいかもしれないね。カズマくん、なんか嬉しそう。さて、何をお願いしよっかな。いやもう健康成就だよ。今年も一年健康でいられますように。その願い叶えて死んぜよ。あれ、今叶いそうな気がした。おみくじか。なあ、あれやってみねえか。うん、やろう。そうだな、やってみよ。新年はこれに限るよな。なんつったって一年の運勢がかかってるからよ。そうだね。そう、カズマくん、なんかとっても真剣。どれどれ、私の今年の運勢はっと。大吉、やった、今年はいい年になりそう。カズマくんはおみくじ何だったんだろう。なあ、交換しねえか。あ、よくなかったんだ。もしかしてまた今日。あはは、もう一回引かせろ。ダメだよ、おみくじは一回。ああ、そんなのダメだよ。チェ、ま、運命っつうのは自分で切り開くもんだよな。よし、気にしねえ気にしねえ。立ち直り早っ。まあ前向きだな、カズマくん。ちゃんとお参りしたか？うん。願い忘れたことがあったら戻ってやってもいいぜ。本当？じゃあ戻る？うん、大丈夫。そっか。あのよ。何？今年は何回ぐらいこうやってお前と出かけられるんだろうな。そうだね。あ、もしかしてアメリカに留学しちゃうから何回ぐらい出かけられるって言ってんのかな。じゃあ高校生の時にたくさん出かけよう。私いっぱい誘うから。あ、悪い、変なことを口走っちまって。そのもうじき卒業だからよ。帰ろうぜ。そっか、今年で卒業なんだ。今日は温水プールでデートです。水着をこれにして、アクセサリーをこれにしましょう。オッケー。お待たせ、ごめんね。いや、来ねえかと思ったぜ。支度に手間取っちゃって。そっか、お前も一応女だったな。ひどい。認めてやってんだぜ。幅がくランブルフィッシュってのは俺のことだぜ。早く行こうぜ。ランブルフィッシュか。お、なんか泳ぐの早そうじゃないか。そうかな。ああ、水の抵抗感じねえようにきちんと作ってやるぜ。やっぱ水着はそうじゃねえとな。そうだよね。ああ、よかった、この水着にして。温水プールって一年中泳げるからいいよな。めっちゃいいよね。夏ら気がっていうのがプールの醍醐味なのに、
いや違うよ。うん、いつでも泳げるもんね。ダイエットにもいいもんね。いやー、鈴鹿君にダイエットのことは言わない方がいいんじゃないかな。真ん中だな。うん、いつでも泳げるもんね。だよな、やっぱ冬だって泳ぎたくなっちまうもんな。うん、やったね、バッチリ好印象。あ、おい、今日はそのよ、ありがとな。え、なんつうかさ、時間経つのを忘れちまうっていうか、すげえ楽しかったぜ。私も楽しかったよ。なあ、お前時間ある？もうちょっと俺に付き合わねえか？うん、大丈夫だよ。そんじゃちょっと寄り道してこうぜ。うん。ねえカズマくん。ん？カズマくんってさ、趣味、学校、異性、異性行こっかな、異性の好み、どんな女の子が好き？な、何言ってんだ、なの知らねえよ。知らないの？でもほらタイプとかって。そうだな、声出して笑うやつかな。ほう。あ、あ、バカ笑いとかじゃなくてクスッとか、ああいうやつ。私そんな風に笑えてる？そういうのって素直なやつって感じするだろ。そうかな。そっか、あー、そっか。バカ、変なことを言わせんなよ。送ってくれてありがとう。ああ、気にすんな。電話来るぞ。電話、ちょっと待って。はい、もしもし。はずきだ。今、いいか？ダメです。ごめん、後でかけ直すね。ん？どうしたんだ？うん、友達からだったんだけど。まあいいや。じゃあな。俺はこれで帰るわ。うん、じゃあね。あー、高校生のうちに鈴鹿くんといっぱい遊ぼうと思ったのに。あずきくん、はずきくんに悪いことしちゃったのかな。ちゃんと連絡した方がいいかも。はあ、今日も頑張って働いたから疲れた。お疲れ様。お、店長、お疲れ様です。あ、お疲れ様です、店長。君よく働いてくれるから、ほんとうちの店助かってるよ。そこで相談なんだけど。あ、これは。もしよければ、学校を卒業したらうちの店に就職しないかい？考えておいてくれよ。私大学に行こうと。はい、このお店に就職か。ずいぶんここでアルバイトしてきたけど、どうしようかな。いや、私は大学行くよ。はい。あ、もしもし、葉月くん、黒宮ゆりやだけど。お前か、何か用か？あ、なんか知らないうちに好感度が上がってる。あ、明日お休みか。でも来週第3日曜日か。この日にしよう。16日羽ばたき山でスキーしよう。11月16日に山にスキーしに行かない？特に予定もない。別に行っても構わない。よかった。でもなんで好感度が上がったんだ？本当？それじゃあ1月16日にバス停ね。わかった。よし、早く来週が来ないかな。はい。あ、もしもし、カズマくん。なんだ、あ、うわーっ。何、どうした？どうしたの？あ、いや、なんでもね。で、どうかしたのか？あ、あのね、再来週羽ばたき山の遊園地に行こう。1月23日に遊園地に行かない？おう、どうせ暇だからよ、
一緒に行ってやるぜ。やった。じゃあ1月23日にバス停で待ち合わせだよ。一応楽しみにしててやるよ。早く再来週にならないかな。今日は葉月くんとデートです。洋服を前のに戻しましょう。で、アクセサリーをこっちにして、オッケー。あ、ね、ちょっとお話聞いてよ。時間取らせないよ。ね、ね。あ、いえ、でも、君って綺麗だからさ、もっと可愛くなっちゃうよ。あそこの店だからさ。いい加減にしとけ。葉月くん。あ、葉月くん。なんだ待ち合わせ、じゃあ忙しいよね。この後にさ、でもあれこの前の男の子はみたいなこと言わないかな。ないかそういうの。あ、諦めて行っちゃった。よかった。お前意外と気が弱いな。葉月くんが遅れるからいけないんだよ。そっか、そうだな。滑るぞ。うん。お前滑れるのか。スキーなら任せて。お前綺麗なシュプール描くな。やったね、バッチリ好印象。飽きないやつだなお前。おかげで今日楽しめた。また呼べよ。またはないかもしれない。俺送ってやる。いいです、いいです。送ってくれてありがとう。いや、え、まさか。ちょっと待ってよ、今度は誰。もしもし。あのごめんなさい、やっぱりいいです。じゃあかけてこないでよ。ちょっと森村くん。いいのか。多分。そうか。なんか大変そうだなお前。じゃあ。じゃあね。うん、じゃあね。もしかして森村くんに悪いことしちゃったかな。森村くんは逆に好感度が低いとか。いやーでもなー、来週は鈴鹿くんと出かけるし、再来週か。ちゃんと連絡した方がいいかも。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。